報告を聴取いたします舟山,、はい、山さん。はい委員派遣についてご報告申し上げます。え去る2月19日、20日の2日間、国土の整備、交通政策の推進等に関する実,実情調査のため、沖縄県を訪問いたしました。派遣委員は田辺委員長、酒井理事、朝日理事、伊藤理事、武田理事、室井委員、 及び私船山のの名でありまますす以下調査の概略をご報告いたします初日はまず、那覇海上保安部に赴き、停泊中の PLH 型巡視船沖縄を視察しました。船内では第11管区海上保安部に係る尖閣諸島周辺海域を含む広大な担任水域における領海警備体制や、 救難活動への対応等の主要業務などについて説明を聴取いたしました。視察当日は、4隻の大型の中国航船が尖閣諸島沖の接続水域を航行するなど、緊迫した情勢でありましたが、冷静かつ毅然として対応していくとのことでありました。また、操舵装置、遠隔監視最小装置等の航行用機器や、映像伝送装置等の通信システム、 機関砲など、領海警備や海難救助の現場で実際に使用されている装備を視察いたしました。昭和58年に収益した道船は、錆びが目立つなど、老朽化の進行がうかがわれました。業務の合間に自らペンキ塗りなどの補修を行っていると、まあ、こんなお話も伺いました。対応年数を経過している観点からも、船体の更新の必要性等を実感したところであります。次にに那覇空港において 同空港の利用状況や就航路線、3月26日に供用開始予定の第2滑走路増設事業等について説明を受けた後、当該滑走路を視察いたしました。現在の那覇空港は、乗降客数および発着回数が年々増加しており、また航空自衛隊那覇基地と供用をしているため、自衛隊機も頻繁に離発着することから、混雑度は極めて深刻な状況になっているとのことでありました。 第二滑走路の供用開始により処理容量が飛躍的に向上し増大するインバウンド等への対応が期待されるとのことでありましたその後国際線ターミナルにおける CIQ 施設および昨年3月に供用を開始した国際線・国内線間を結ぶ連絡ターミナル施設を視察いたしました新型コロナウイルス感染症の水際対策を講じている旨の説明がありましたが 視察中各施設では普段より旅行客が少ないと感じました旅行自粛の動きが長期化した場合の観光,観光関連産業等への影響が懸念されますついで沖縄都市モノレール株式会社において同社の概要ユイレールの現状と課題等について説明を聴取いたしました同社はもっぱら自動車交通に依存した那覇都市圏の交通渋滞を緩和し 健全な都市機能の維持、発展を図るため、平成15年の開業以来、県内唯一の機動系公共交通機関である u e レールを運行しております。昨年10月には、浦添区間を延長して、沖縄自動車道との接続が実現しました。これにより、沖縄本島中北部地域から那覇市内への移動時間が大幅に短縮されるなど、 定時性の高い公共交通ネットワークの拡大が図られたところであります今後は輸送力強化や利用客の利便性向上を目指し産業編成化や全国の IC カードの導入に向けた取り組みを推進していくとのことでありました続いて延伸区間の手田湖浦西駅に移動し周辺の土地区画整理事業等の説明を聴取した後修理駅までユイレールに乗車いたしました 交通アクセスの拠点駅である手凧浦西駅の周辺では交通広場やパークアイランド駐車場が整備され中北部から沖縄自動車道を経由して高速バスや自家用車で来た人が円滑にモノレールへと乗り継げるようになっているということでありました2日目はまず那覇港国際コンテナターミナルを視察しました沖縄県の貿易は輸出量が極端に少なく輸入超過が状態化しており 物流コストがが高いことと課題となっております荷主に対する支援措置の実施や、昨年5月に開業した那覇港総合物流センターの活用により、さらなる物流の高度化や迅速化、輸出コストの削減などを推進していくとのことであります。また、視察した新興府と9号岸壁では、係留施設を整備したことなどにより、 大型のののコンテナ船船ととととクルーズ船の同時がが可能となりり利便性が向上したとのことでありましたたこであま沖縄県は全国で最も多くのクルーズ船が寄港する港でもあります。那覇港に寄港するクルーズ船の大型化および寄港数の急激な増加に対応するため来年度までに新たな国際クルーズ拠点を整備する事業を完了させるとのことでありました。次に国営沖縄記念公園首里城地区において、 静電等の火災の発生状況や建築物の被害状況、再建に向けた作業の取り組み状況等について説明を聴取する,こと,すると,とともに現状を視察いたしました。昨年10月の火災により、琉球王国の象徴であり、沖縄県民の誇りであった首里城静電を含む9施設が焼損しました先月から破損した。 瓦の除去や建物の撤去等の作業に着手しているとのことであり現在南電や北電の屋根などには壊れた瓦が散乱しており静電前のウナーには積み上がった瓦礫とともに大流中が風雨にさらされながらも応急措置が施されている状況でありましたこれらの惨状は報道等では認識しておりましたが実際にその間に立って目の当たりにすると胸が締め付けられる思いで 1> 1日も早い首里城再建にあたっては出荷の原因究明および防火施設管理体制の強化工事に必要な材料の調達および職人の確保復元過程の段階的公開などが課題となっております今後は公開方法の在り方等を地元と一体となって検討していくとのことでありました以上が調査の概略であります昨年 沖縄県を来訪した観光客数は初めて1000万人を超えました。成長する観光産業の振興を投資していくことは、沖縄県さらには我が国経済の成長に大きく貢献することが期待されます。一方、那覇空港や那覇港における急増する観光客の受け入れ環境整備、那覇市の渋滞緩和に資する公共交通の維持活性化、首里城の早期再建などが課題となっております。加えて 航空路線の減便やクルーズ船の寄港回数の減少等に深刻な影響を与えている新型コロナウイルス感染症に対しても、国土交通省をはじめ、関係機関が一体となり、万全の対策を講じていくことが急務であると実感したところであります。最後に、視察さす先でご対応いただきました皆様方、調査にご協力いただきました国土交通省等に対し、厚く御礼申し上げまして、報告を終わります以上です。 以上で派遣委員の報告は終了いたしました。本日はこれにて参加いたします。お疲れ